コルティコウイルスの MCP リボンモデル。赤部分と青部分がゼリーロール構造、ウアリドナウィリアとは2019年に国際ウイルス分類委員会によって提案されたウイルスの領域である。垂直のゼリーロール構造を持ち、疑似6両体カップソマーを形成する主要、カプシドタンパク質を持つ日本鎖の DNA ウイルスを含む。また、 これらの構造を持たない場合であっても、進化的に強く関連付けられるウイルスがここに含まれる。多くの場合、パッケージタンパク質や DNA ポリメラーゼも進化的に共通している。垂直のゼリーロール構造とは、対抗する4体の逆平行ベータシートがカプシド各面に対して垂直に配置していることを意味する。リボビリアの一部ウイルスも、主要、 カプシドタンパク質にゼリーロール構造を持つが、これらは大半が RNA ウイルスであり、またゼリーロールがカプシド各面に対して平行に配置している。ボルティモア分類でいう第一群の一部がウアリドナウィリアに対応している。残りの2本グサリ DNA ウイルスの大半はドゥプロドナウィリアに属している。ドゥプロドナウィリアはビブを持つものが多いことからウアリドナウィリアは 無語の日本グサリ DNA ウイルスと呼ばれることがある。ウアレドナウィリアの起源は非常に古いと推定されているが、出現時期は不明である。細菌や個細菌に感染するスファイロリポウイルス化の垂直なシングルゼリロール構造を持つ主要カプシドタンパク質はコアヒストンに結合する分子シャペロンヌクレオプラスミニアクピンと呼ばれるタンパク質スーパーファミリーと 類似しているように見える。これは、平行ゼリーロール構造の MCP を持つ、他のレルムのウイルスとは異なる機源を持つことを示唆する。バンフォルドウイルス界に見える、ダブルゼリーロール MCP は、スファエロリポウイルス化の MCP と、基本的なモチーフを共有しており、遺伝子重複などのイベントを通じて進化してきたと、推定されている。巨大核質 DNA ウイルスやアデノウイルス化を含む、 深核生物に感染する一群のウイルスは、ポリントンと呼ばれる大型のトランスポーゾンと関係がある。ミトコンドリア獲得イベントを通じて、原核生物から持ち込まれたテクチウイルスに禁煙なウイルスがポリントンとして、深核生物に定着し、そこから巨大角質 DNA ウイルスやアデノウイルスか、ビロファージなどの深核生物に感染する日本。 グサル DNA ウイルスの大半が進化出現したシナリオが提唱されている。ポリントンと巨大核質 DNA ウイルスは、ダブルゼリーロール構造を持つ主要、カプシドタンパク質のほかシステインプロテアーゼ、ペントン、A32 サマエ t ピアーゼ、一部のヘリカーゼやインテグラーゼなどの構成要素を共有する。2019年に、 国際ウイルス分類委員会によって提案された分類は以下の通りである。ありがとうございます。